ようこそお参りくださいました。本日は緊急事態宣言が出て初めての週末の神社の様子について少しお話をさせていただきます。皆様もご承知の通り、新型コロナウイルス感染拡大、これを防ぐために全国を対象とした緊急事態宣言が発令されました。そしてこの週末がですね、土日が緊急事態宣言が出て初めての週末ということで、神社の様子についてですね、少しお話をさせていただければと思います。新型コロナウイルス感染拡大、これを防ぐため神社ではですね、これまでも様々な取り組みを行ってきております。当社を例にいたしますと、2月にはですね、新型コロナウイルスの疫病除け祈願を始めました。そして神社のですね、朝拝でこの新型コロナウイルスの疫病除け祈願を行っておりますが、皆様もぜひご自宅の神棚で一緒に疫病除け祈願を行っていただければと思いまして、ご自宅用の疫病除け祈願の祝詞を公開させていただきました。その後ですね、県内で感染者が確認されましたら、個人祈願などの際にですね、神主、マスク、覆面をつけて、奉仕をするようにいたしまして、それからですね、春祭りが中止となりました。春祭り進行行事、舞台での奉納演奏などは中止となりまして、神事だけはですね、神主、神職と総代の方々だけで執り行うことはいたしました。その後さらにですね、県で外出自粛の要請が出てからは、お守りやお札などの授与は停止、手水のですね、秘釈も撤去いたしました。それから数日で全国を対象とした緊急事態宣言が出ましたので、神社といたしましては個人祈願のですね、安産やお宮参り、厄除けなどの個人祈願の停止をいたしました。緊急事態宣言が発令される期間、5月の6日ですかね、連休明けまで個人祈願の予約は停止といたしました。そしてですね、この土曜日曜、今日もですね、日曜日です。神社の様子はどうかと言いますと、とても静かです。普通にお参りなさる方は、ぼちぼちといらっしゃいます。それこそ、2時間に1組いらっしゃるかどうかぐらいですかね。密集することはございません。境内ご覧の通り広々としておりますので、そこまで密集するようなことはないので、換気もいいですしね、外ですし。また、授与書、お守りやお札、そしておみくじ、あと、御朱印ですね。これも今、停止しておりますので、お参りなさったらですね、そのまますぐお帰りになるという方がほとんどです。神社にいらっしゃる時間は、5分程度、10分もないですかね。なので、感染予防としてはいいのかなとも思います。参拝そのものを停止するまではいかないと思います。田舎の神社ですので、境内とても広ございます。土地だけはあります。田舎ですので、なので普段からお散歩なさったり、近所のお子さんがですね、駐車場の隅で広場で遊んだり、また近所のご老人がですね、パークゴルフの練習をしたりとか、そういった健康をですね、維持するために、境内でいらっしゃる方もございます。なので神社そのものを閉鎖するということはいたしません。というかできません。門があればですね、それを閉じればいいのですが、そういったものもございませんし、わざわざバリケード作るほどもないかと思います。神社はですね、開放はしております。健康をですね、維持するために、お参りがてやお散歩なさるのもよろしいかと思います。そんなに密集するということはまずないでしょう。お祭りでない限り、田舎の神社に密集ということは、ないかと思います。そして、神主はどうしているのかと言いますと、私もですね、以前動画でですね、育休を取ると宣言いたしました。
なので、社務の自粛を、まあ、この機会にですね、育休を取ろうと思いまして、朝はですね、朝拝をいたしまして、その後、ちょっと雑務を行い、まあ、境内の掃除もですね、したりとか、まあ、こまごまとしたことを行いまして、その後はですね、自宅に戻って、まあ、赤ちゃんの、面倒といいますか、赤ちゃんの相手をしながら、またテレワーク、自宅でできる神社のお仕事をしたりとか、まあ、そういった風に過ごしております。まあ、理想はそうですが、まあ、現実、なかなかそんな風にうまくはいっておりません。8割方赤ちゃんのお世話です。また、境内にはですね、いくつか監視用の、まあ、防犯のカメラを設置しておりますので、自宅から、境内の様子というのは、随時ですね、チェックすることができておりますので、まあ、何かあれば神社に来るということはしております。そういう対応、体制は取っております。緊急事態宣言が出てから、まあ、大きな変化というものは、まあ、田舎の神社ですので、そうはございません。まあ、ただやはりお参りなさる方が少ないなとは思います。天気が良かったのですが、まあ、やはり少なかったですね。まあ先週、まあ先々週比べるとですね、少なくはなっております。まあそれは皆さんが外出を自粛なさっているということで、まあ、大変よろしいことだとは思います。今ですね、神社にお参りをしたいという方、まあ多いかと思います。まあ、そういった不安な気持ちがあるかと思います。不安な気持ちがあるからこそ、神様に、まあ、ご挨拶にお参りをしたいという、そういった方も多いかと思います。ですが、今はですね、国難でございます。一日も早く収束化、沈静化するために、今はみんなで頑張りましょう。今はですね、神社へのお参りは控え、ご自宅の神棚を拝礼、また、礼拝を通して、神様を拝んでいただければと思います。そして、落ち着きましたら、ぜひ、笑顔で神社にまたお参りいただければと思います。